ごちそうさまですさあ、はい、いよいよ木曜日ですよ、はい、いよいよ木曜日、はい、関係ないですよ <laughs> お父さんもご不在の木曜日ですけど<ー> <laughs> サガラサの親父ね。サガラの親父木曜日ないですからね。サの親父まあまあサガの家行くんやったらいよいよ木曜日って感じです。木曜日がちょっといいですね。九条目線に立つね。まあいよいよ木曜日って感じはい。じゃないと警察呼ばれますからね。木曜日だけやったっけ？火火木土金です。川木金。で土曜日は最近休止です。なるほどなるほど。あはいそうですね。川木金がサガラの親父不在。不在です。はいはいはい。 土曜日は最高の関係ないっすね、水曜日、じゃあ水曜日に思ったのかな、思い立ったのかな、九条は。で、あしたなら、木曜日ならって感じか。木曜日とは言ってなかったよ。き今日が木曜日ですね。まで木曜日 なったお前いつなったんやそんな頭の中は厄介なのよわけわからんわまあねいやでもこれ呼ばれますからねそうですね今回相良会でしたけど警察呼ばれますねそうですね親父ね親父警察呼びがちみたいですからね他人の先生が来たら警察呼ぶどんな親父よなかなかいない親父ですけどねそうですねまあ相良会めちゃくちゃ心動いたなと思ったんですよ んかこう最初の鵜久森の回を見てるような感覚に陥ったというかここまでこの内情というかっていうふうに話すかというふうに思って結構納得がいくというところでこういうふうにねんかこう悪者の心情が納得がいった納得がいったいやいやいや納得なかなかいかないでしょ悪者の心情を吐露した時にさ結構だから悪者がここまで心情を吐露するかというところのなんか このドラマ特有のものがあるなと思ったんですよ。特有の。そうですね、で、相良の回は本当に面白かったなと思うんですけど、めっちゃ良かったな、めっっちゃ良かたよね泣いたもんだって、ねあ泣いた、俺も泣いた泣いたな、これは。泣いた、やばかった、ラストはやばかったね、いや、泣いた話すると、ラストシーンから話すことになるけど、どう考えても、違いますよ、違います、どこで泣きました、私がいないとこですよ。 信仰 <laughs> しやすく <laughs> 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 なるほどね親父いないとこでも涙出ましたか、はい、そうですか相良、うん、だけですけど、うん、まあねまあまああっこはあっこでね、うん、こうあっこでさ その結構その、相良の本音というのは、はい、まあ引き出せたとは思うんですけど、本間、うん、の本音は結局、九条が言ってたね。あれ悔しいね、でも。ん何言ってたっけその相手の痛みに無自覚なふりをしたみたいな。ああ、はいはい、はいそう。その理由は、えーとうん、全部九条に言われてたじゃないですか。まあ、もうやめろっつってたけど。あやめろってっ俺の本音これ以上言うなっていうことでしょ。<laughs> だから <laughs> ほんまの、うん、結構えぐる本音というかさ、うん、まあ,あれってまあ結構自分と向き合ってないと言えないようなことを他人から言われるの悔しいねねななかなか、ね、悔しいというかちょっとそうだね。うんうん そこまでしかも見のかされてる悔しさもあるしそうやねちょっとだから上辺でね自分が悪かったっていうことをなんとなく認めてるところでそれはまだ上辺やとなかなかあれは厳しいね結構深くまでいかれるでもちょっと勘違いというかみんな気づいてたんや苦情がここまで気づいてるってことは苦情ほどじゃなくてもみんなもやっぱ気づいてるよなって俺のうまい 思い通りには全然言ってないよなっていうことも再認識したかもしれないね。はいはいうん、そうですねそれを言われてね、うん、っていうところですよね。まあだからこその教室での独白というかさはい、はい、そうやな。 前日の話を受けた上で、なんかほんまの本音を話してる感じやったから。来ましたもんね、まずね。そうですね、まず来ましたね。まず来ましたけどね。来ないと思ってたけどね。来ないと思ってないよ。来るとは思ってたね。まあまあ、遅れてきた。遅れてきましたね。もう最初、一言目から結構あれやね、素直やったね。 ビビってたと、うん、ビビって遅れたっていうのこれなかなか素直やなと思います <laughs> そうだねでもやっぱりこの教室ってさはい、はい、相良がわりとこうなんだろうな握ってる割には、はい、あの握ってる割にはさ、うん、そんなにこうみんな相良にビビってないっていうのも特徴だよねああそれはあるかもしれないね、うん、確かに、ね、なんか特にねとかが そうやね、うん、神楽結構相良に言うもんねみんな割と言うよねそうやねほんまにビビってのは迫田の方にビビってそうやけどな、うん、怒ったらなんかすげえ近寄ってくるから迫 <laughs> 田は <laughs> まあでも強いかどうかで言うとね、うん、そこもまたわからないからねそうですね、うんはい、まあまあそう神楽が結構言うし神楽が割とあの、うん、いろんな ことを言っってたな神楽のキャラクターというかねおふざけだけじゃねえぜっていう感じがあってこのシーンって生徒いろいろキャラクター見えたなと思うんですよね。ががったよね先入観で話すのやめようぜみたいなナイス下地作りやなって思って確かにねそれを聞いてた上で月野と木島はやってねえっていうことを聞いても先入観で言ってたね相良君がその人にお願いして事件を犯してもおかしくないんじゃないって言ってたから。 なかなかやなと思いましたまあまあ先入観そうかなそうですねまだ消えてないって思ったけど先入観じゃないんじゃないじゃんそれ決定してるんやでも謝ってたよあとでまあそうだね謝ってたねそうですねみんなで謝り合ってたもんなみんなで謝り合ってたあのシーンがさなんかこう謝罪についてめちゃくちゃ考えさせられるシーンやなと思いましたあのまあ2種類あるじゃないですか謝罪ってえそうなんですか こう謝ることってこう本当の謝罪というかまあ今回、相良がしたみたいに一つね過ちを認めてこう自分がこうそうすべきと謝るべきと感じての謝罪これがまああの相良がやったパターンだと思うんですけどもう一つ、つつ許してもらうための謝罪これね、二つあると思うんです。 浮気がバレて許してくれって言ってるのはもうこ,れ <laughs> これはもうばれてから言ってるからもうこれは許してもらうための謝罪やと思うんですよね、うん。が言ったこう許せねえよ、うん 許せねえっていう言葉を相良に言ったんです。相良がそれに対して許してもらうとは思ってないって言った時点で、一種類目の謝罪やなと思ったんですよね。っていうことですね。許してほしくて。そう、謝ってるわけじゃないっていう。それも含めて許してよっていうことかもしれんけど。いやいやいや、だから一生別に許してほしいわけじゃないって感じましたけどな。その中でみんなが謝っていくというか。 やかあいつこちやとあいつねこちやとあくつが謝ったじゃないですかこれはまあでも自分が悪いと思ってまあ悪いと思ってねだから月野と木島もその流れでごめんって言ったと思うんですけどこれはね許してもらうための謝罪に見えましたね月野と木島に関してはその方法としての謝罪ができるようになったりとかさそっちをこうすぐしてしまうって社会人になって大人になるにつれてその2番のあなたが言う2つの方の方のさ 道具として、うん、効果としての謝罪を使うことが多くなってくるじゃないですか。はいまあ、だから、鵜久森にやった謝罪はその効果としての謝罪やったと思うんでかもしれない、ね。はい、でもこの、この年代の時ってさ、はいはい、謝罪すること自体も、ちょっとなかなかこう素直に言えなかったりするじゃないですか。だから、あんまり2番のうまいこと謝罪を使おうみたいなタイプって、ちょっとこうあんまりこういないというかさ、うん、かこれが全員40代やったら、はいはい すごい難しくくなってくるけどそうですねだから神楽の「許せねえよ」連発やね神楽 <laughs>、ね、は <laughs> そういう謝罪やと思って「許せねえよ」って言ってるわけやから神 <laughs> 楽の許せ40代のおっさんたち謝る許せねえでもっとそれは許せすませんこちらこそいえこちらこそすいませんでした<ー>全,全員がこう謝る感じになるよねああそうでそこに感動は生まれないという普通にみんなが「いえ、うん、何をおっしゃいますよ」こちらこそ本当に申し訳ないってって <laughs> おもんな40代の謝罪のドラマ <laughs> その1回おもんな いうこと半沢直樹の一発土下座みたいなことじゃないから。いことじゃないから、とっやから謝れって言っていやいやいや、こちらこそ本当に申し訳ございません。そう言われたらこちらも悪かった。ていうので、全員が謝すぐ謝っていくという。全然面白いな。この年齢、高校生のドラマだからこそやっぱこの感情がさ、そこの謝るっていうところの葛藤であったり謝るって結構でかいことやから、そ年の頃はは。そこで見え隠れするものの、そこに意を反する神楽は、まあ、もう 一人だけなんか代感あるよねだら許す許さないで見てるっていう感じはあるよね。まあ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 、でもまああれやね、カグラとしてもそれ自体も謝ってたね。謝ってたね。謝ってたね。まあすごい言えたけどね。あの言えたよね。サカラガがも言えたよね。だからえっカグラに対して許せねえよ。そんなすぐ謝ってっていうのを言えたね。まあそうやな。頭が回って。 言えるとかじゃないからね言えるけど言わない言わかああそこで別にうん一発おうまいねっていう感じいらない月野と木島にも言えたと思うけどな月野と木島はんかちょっとその許してもらうための人在にも若干見えた流れで謝ってるからほんまに悪いというかだからそこも相良としても言えたななんでやねんってなるよ許せよ俺は許してほしいとは思ってない お前らのことも許せねえよ、月の時島っていうことは言えるよね。<laughs> そうかそうか。はいはい、まあ、すげえ感動しにくいな、それ。めっちゃ感動しづらくはなると思う。誰、うん、やこいつってなると思う、確かに、ね。誰 ってなんだろうから「何やこいつ」「何やこいつ」とはなるとは思う何やこいつなのよもう気が抜けないよこいつ会話は何言われるかそのあとさ飛んで申し訳ないけど俺が謝ったのかどうか話は別だってことはまあでも別にからとしては筋通ってるからな筋通しすぎや感情で言ってくれもうちょっと全員とえそこはね強調してそんなんぐもりのお母さんにも急に言われお前に謝ってねえよとか 怖いよ、<laughs> <laughs> ちょっと感動しづらいめちゃくちゃ、確かに <laughs>。良かったよ、だから相らがね心あるやつというか、っていうところはありましたで、人間のもうでもそういう心の動きやったんやっていうのがめちゃくちゃ説明されたから、なるほどなと思ったところは多かったですよ。結構そのあの西の側がやっ のモチベーションと全然いじめのモチベーションは違った感じはしましたね。そうですね。ちょっとね、うん、ひどいことをうぐもりにしたっていうことの。そうやね。あ<ー>うん、まあ、なんか、その過去のね、ーシーンとか。あ<ー>まあ、お母さんのこととか、はいはい、まあ、いろいろ知ってっていうのは、<ー>バックボーンが見えたことでね。また、ちょっと感情移入はしやすい。 ななっってててままししたよねドラマとめちゃめちゃなってました。うんそうやな急に悪役がいいやつに変わるとかじゃなくてんかこう理由が分かった上で変化の理由もめちゃくちゃ分かるっていうふうに思ったからすげえ納得したというか感じはありましたよ。いやそやなで最後ね泣いたシーンあれほんますごかったなすごい。謝罪シーン。あこね割といじめ ってみんな世の中のいじめ泣いた自分は、はい、いじめっ子なのかと、はい、気質的に、はい、っていうことでもないんですよねおそらくねだからなめっちゃ泣いた時にさ、はい、感情移入できて泣いてったから自分もはい、はい、なんで 別にいじめっ子じゃないのに、はいはい、で泣くんやろうなってっっ、ああ自分もったわけですか、はいはいうん、でもそういうところではないところで涙が出てくるって感じですよね、そこ,こは。そうですね。うん、まあ申し訳なさっていうのがね、しかも相手に伝わらないっていうちょっと虚しさっていうところとかも含めてなんかさがらの気持ち。 ままああねね、うん、になることがありましたよ、ね、でドラマ的に「この写真がない」っていうお母さんの最初の冒頭のシーンっていうのがめちゃくちゃ振りになってたじゃないですか相良が思い出せる顔っていうのが苦しそうな顔やったり、まあ、自分がしたような笑顔やったりしたから、うん、余計に申し訳なくなったっていうところがなんかこうめっちゃこうリアルに思い浮かべれたというかねっていうのがもう結構きたなあれは。うん ごめんなさいかごめんなさいまで言ってたからあれは結構やばかったっすねあのシーンすまなかったではないもんなそうねすまなかったっつってたけどねちょっと誇り高き謝り方やもんなそっちはそこいつはねなめくせなくてあれだねベジータみたいなみたいなすまなかったその感じがあったすまなかったって言ってみんなが謝り出して手ついてって感じはあったけど言っても誇り高きの感じだったけどこっちはガチ ガガチチ中のやもんナッパのやったもんねナパは最後まで謝ってないよナッパは謝らず天国行ったら蹴られてベジータ俺の敵を取ってくれって言って蹴り上げられてましたからちょっと違いますねまあでもこれはでもほんまちょっと心に響いたというかめちゃくちゃ来たなこの最後のシーンっていうのはだからまあその写真がないことでみたいなこともお母さんが言ってた時はなんかいい理由やなって思っ たんすよねめっちゃくちゃ最初にいいというかまあ確かにそうですかでも思い出すことってやっぱりこうなくなった後にそうだあと思っんこうサボることになることもあるからね思い出すことっていうのまね一つのね顔だけの印象がついてしまうっていうのは確かになめちゃくちゃあるなと思いましたよそうやなうん そこをいきなりつくとは思わなかったけどね写真がねえっていうとああそうだね来た時ね失礼やろ人んちでってちょっと思ったけどねその人んちのやり方あるから別にそれはさがら失礼やろって思ったけどまあまあでもそこ難しいよねどういうかっていうのねすぐにねそれが解消されたというかあれ写真がっていうぐらいがいいそうやね写真がっっって言たらえとまあ も言えるね写真がねえまでは言い過ぎよちょっと物申してる感あるから写真はどこだにも聞こえるからちょっと写真持ってこいにも聞こえるからあだからちょっとね飲食店行っておしぼりがねえと同じ言い方よあれはそうだねはいの感じやったからねいやまあでもお母さんめちゃくちゃ複雑やなこの感情って。 あとうーん。 そうね最後まあでも、そのお母さんもの話が余計に来たけどね、うん、うぐもりのエピソードというか、いや、それはそうです、<ー>はい、その相良に対して、ちょっとリスペクトを込めてた部分っていうのが、うぐもりがあったっていうのが、余計にに、ね、きついところではありましたけど、うん、相良にとってはまあお母さんもね、あの教室で行われたことの細部、はい、あの映像とか見てないし、はい、どの程度のことをやったのかちょっと分かってないやろうからさ、だからそこもあるんじゃない、実際あれ見てたら許さへんっていうのはあったかもしれない。あなるほどね、うん 確かにな、うん、そうだねまあじゃあそこまで複雑じゃないねまあ九条見せてないやろ多分あのパソコンの画像映像見せてたら九条は何やねんお前ってなるけど。真実を追求が <laughs> いや <laughs> お母さん真実を知る勇気ありますか報道マンや九条 <laughs> それやったら <laughs> ちょっと変な心持ちすぎですよ、それはそれで正義なんでしょうけど、ちょっと九条のイメージとは違う感じはしますけどね、いや、まあまあ、そう複雑やなと思ってたけど、確かにね、その状況を知らんっていうところで、まあまあ、お母さんとしては、なんとなく飲み込んでいくっていう感じになるね、それで言うとね、なるほど。と。本当にこう、このシーンとか、今回のさがらを見てて、何歳になろうと、遅くないんじゃないかと。 割とこの、まあ、相良の年齢ではい、はい、これだけこう自分がやってきたことをこう覆すというか自分を変えるってこの変え方なかなかやんかああこれまでもいっぱい自分を変えてきた人たち、はい、いるけど眉、はい、村であったりとかも。はい、その、うん まあ勇気を出すってところの、うん、一方向で変えれる人もあればさ、はい、過去の自分を完全に否定しなければならないとか、うん、っていうところでいうと相良、まあのこの変化って結構でかい変化だったとは思うんですよね。うん、そういううい意味ででと何歳でも自分を認めて、はいこう 変えるっていう行為はさ、できんじゃないかなっていう、おじさんでもいいんじゃないかって、それはそう思うよね、この変え方、相良の場合っていうのは、しばらく暗い顔にはなるかなと思うんですよね、急にね、おじさんが急に暗い顔して出勤してきたら、ちょっとだけ心配にはなるねんけど、しばらく暗い顔っていうような、過去の過ちを認めてっていうところでね。認めるね、自分がやってきたことの間違いであったりとか、相良の年齢は相良みたいなキャラが、たくさん。 嫌なことというか、迷惑かけるようなことをしてたから、こんだけ積もってるけど、めちゃわかりやすいよね、魚のね。だけど、おじさん少なからず、人に対して嫌なことを、おじさんやねんからさ、細かくね、たくさんしてるかもしれないね。積もればまあそこを認めて、全員謝罪していくと、変わるんだと。 はいはい、いうところが、結構共感できるんじゃないかな、と思って、泣いてんのかな、俺は、と思いました。泣いてる理由を考えたんですか、自撮り。あ、泣いてる理由考えたんですね、おじさんでも、帰り見ることがあるっていうこと。まあ、相良と同じパターンで言ったら、まあ、相良は、まあ、自分の、まあ、独りよがりというか。まあ、えっと、楽しい空気を作って、その中で、多少の犠牲は仕方ねえじゃん、っていうことやから。まあ、本当に、当てはまりますもんね、なんか、結構、その飲み会とかで、あの、面白くないおじさんが、めちゃめちゃ回す飲み会みたいな、あるけどさ。あの感じ、めちゃめちゃ。 株も確かに。なるほどね。反省はしそうですね。そう考えると。なんかやっぱ、ついつい明るいからさ。はい。騒いちゃうじゃん。そうですね。騒いで回して回して。そうですね。はい。ハラスメントの連続ですよ。連発ですか。そうですか。まあね、相良と同じように反省して。そうなんです。向き合ってっていうことは、いるる必要かもしれないですね。はい。 する出勤してきてそういうおじさんが急に遅れてきて怖くてビビっちまったいやだからその今日はその人は知らないからいろいろとそうですかちょっと変なんだろうな疑問は浮かんでしまうけどねそうやねだから会社の同僚会社しねめっちゃびっくりはするよねビビっちまったって言って何があってなんいやだから言い方は違うし主人公になるのはちょっとおこがましいおじさんああそうですかそこはちょっとごめんごめんごめんとごめんごめんごめんいやちょっとねあの。 昨日までの私じゃないです。今日から少し変わろうと思います。反省をいたしました。昨日の。ごめんね、結婚のことばっか聞いて。なになちゃん。ごめんね、もう言わないよ。という、申し訳ありませんでした。まあまあ、その感じか。そしたら、他の同僚たちも、いやいや、こちらこそ、部長にばっかり、ちょっとお支払いさせて、申し訳ありません、みたいな。いやいやいや、みたいなやつね。 それはちょっといいイメージを描きするじゃないですか、おじさんは。あそうですか。そうかな。なんか自分の理想のさ、いやいやいや、いいんだよっていう方の練習ばっかりしすぎると、そうならない役者もありますから、あそうですか。ははみたいな。やっと分かったんですかみたいなこともあります。はあ、はあじゃないんだよ。変わってない。やっと分かりましたかゃないんだよ。謝ってんだよ、こっちは。変わってないな。もううん というパターンになりがちですねいちょっとねおじさんも変わらないとねと思います中年側もねちょっとでもまあ本当にこうなんか何やろうなここまで悪役独白みたいなことまああんまりねいろんなもの知ってるわけじゃないからあれやけど初めて見た気はしましたねそうですかはいそうですね感情移入できるってとこで言うとね独白はあったとしてもうん できないい部分もも多んね悪役の。そうですねはいこれはすげえ感情移入したなと思いますそうはね許せないっていう思いもあるのに見ててねなんてひどいことするんサガラと最悪やなこんなんね今更謝っても許されへんやろとそうやのこの輪の冒頭はその自分やっていう思いも最後まで持ってはいるもののそうでありつつガラ側にも感情に入して泣けるっていうのはなかなかの

もうええやつやんもうだから蓮とか鵜森のお母さんとか疑うのやめようぜっていうのあるよねちょっとそうなんかなでいいんじゃないのと思うけどなそうかはいということで次回もね楽しみに見ていきましょう皆さんのコメントもお待ちしてますのでよろしくお願いしますということでごちそうさまでしたごちそうさまでした